こんにちは。さあ、見してみなさい。よし。ということで、はい、この始まり方がこんなんやったっけな。なんかもうそろそろやめていいかな。はい、感情線に関してだいぶ前回は分かってきましたね。はい、もうまとめができました、はい、まとめができましたんでね、うん、はい、では問題です。この人はモテるかどうか、モテるかどうか、モテるかどうか、感情線的な見方でお答えください、うん、一つの線が途切れ途切れになっている感じですか。途切れ途切れになっている感じでもあるけど、いっぱい出てる感じでもあるっていう感じでね。ああ、そういうことね。はいはいはい、そうね。で、向かっているところがこれですね。付け根とかね。はい、うん、なんで答え誰も答えない。モテる。お、なんで。え、とりあえずこの人差し指の方に伸びてるやつってあるでしょ、うんうん、あの家庭的みたいな感じ、はいはい、うんうん、あ、なるほどね。なるほどね、うん、じゃあモテない。モテないって言わない、番組ならへん。ならへんな。答えは、うん、モテるです。はい、はい、まあこれだけでね、モテるかどうか判断するのちょっとあれなんですけれども、うんうん、感情線が乱れてるっていう見方をするんですね、こういうのは。乱れてる、乱れてるっていうふうに言います、うん、ほうほう、うん、っていう人は、うん、あの喜怒哀楽が激しいんですよね。あ、感情がもう乱れてるっていう意味なんですね。そうです、感情が乱れてる、で、まあ、浮き沈み激しかったりとか、まあ、ノリもいいわけですよ。ほうほう、うん、例えばそのデートとかを楽しませるためにこう、なんかいろいろ調べたりしたり計画したりしていろんなことができるということですね。まあ、ここら辺知能線との絡みも出てきますけれども、はい、知能線短かったらそんなことせえへんし、うん、長かったらいろいろ考えていろいろやってくるかもしれへんしというふうになりますけれども、まあ、感情線だけで見たときにですね、はい、この人はモテる要素はありますよね。うん、うん、モテないのはこういう短いクールタイプとかですね。はい、単線で出てる、シュッと出てる人とかはモテないですね。うん、イーちゃんも昔は割と、僕が昔見た印象では、うん、スッとしてたんですよ。ほうほう、うん、で今ブワーなってるじゃないですか、ちょっと、うん、え、モテるってこと。モテるというか、モテるというか感情表現が豊かになったって感じ。あ、当たってますね。だから、うん、その相手と相手としても嬉しいじゃないですか。あ、そうですね、そうですね、はいはいはい、デートしてても、うん、いろいろ喜んでくれたり見えた方がね、そう、盛り上がりますもんね、うんうん、なんボケてそのノリツッコミとかしてくれたら嬉しいじゃないですか。それは求めない。どこも、どこ、何レベルの高い大阪の笑いを求めてますか。まあ美味しいもの食べて、美味しいって言ってくれるとかね。そうそうそう、ノリがいいっていうことですね。あれですもんね、うん、だから相手としても面白いっていうこと、うん、なるほど、でこういう人よりはですね、全然モテるということですね、うん、なるほどね。こういう単線でターッと出てる人よりは全然モテるということですね、うん、はい、次です。モテへんねんけど、どうしたらいいまだも、いや、モテへんことはないです。帰ってもいいですか。この人はモテるかモテないかですか。この人は、うん、モテるかモテないか、モテるかモテないか置いといて、はい、ストーカーになりやすいかどうかこれ僕のせいなんですか。なんて言ったらいいんですか。え、なりやすそう。正解。今までありがとうございます。グイグイ行くから、グイグイ行くから、まあ、周りが見えない。そう、周りが見えずにというか、まあグイグイ行くので、はい、グイグイ行き過ぎちゃう時が、独占的って言いますもんね。独占的になっちゃう時がありまして、うん、まあ多分ね、これも知能線とか短ければすぐにパパッと帰れるんでしょうけども、うん、こう長ければ結構無双的にロマンティックに追いかけていくっていうような人もいるでしょうし、はい、僕なんですか。はい、まあ、相手が応じなくても追いかけてしまうというようなことが追いかけるぞ起こるかもしれません。これ可能性なんでね、はいはい、それは相手が応じればそんなことにはならないわけじゃないですか。そう、性質はあるかもしれない、ね、そう、性質はあるかもしれない。神尾さんがモテなかったとしたらどこまでも追いかけるぞ
そういう人に当ててかもしれないというようなことですね。こういうふうにね、うん、あのいろんなパターンを考えてみると、はい、今までお勉強として感情性のパターンこうですよとか言ってたのが、はい、よりねリアルに分かりやすいなるほど面白いというような感じなんですね。はい、はい、でこういう人の、ま、曲がってる曲がってる人ね、うん、惚れやすいかどうか惚れやすいかどうか、うん、ああ確かロマンティックな人ですね、うん、あロマンを求める人ロマンを求める人七節さん自分やからへそ曲がりへそ曲がり、 へそ曲がりロマンを求めるってことは惚れやすいんです僕はここですけどね何をボケをかけてんのちょっと違う違いますけどもはい急にね、うん、カーブがきつい人ですね。はい、ああそういうことね。はい。惚れやすい。あ、そうなんですよ。うん、全部イエスなんですけど。惚れやすい人ですね。まあ、この人はもうこういうふうにまっすぐなってる人よりやっぱりこういう人はシャイな感じなんで、うん、このそもそもこういう短いクールな感じがこういう人はまあ惚れにくいですよね。うん、でそっから伸びてる感じなんでこの延長にあると考えてください。ああなるほど、まあ、クールな感じの長さがちょっと短くなっていけばいくほどクールで、うんうん、こっちはシャイで感情表現しにくいということになりますけれど、はい、曲がってるとですね感情表現すごい豊かになるわけです、うんうん、ということで、はい、まあ、曲がってれば曲がってるほど、うん、こう惚れやすい人に惚れやすいというふうなことになりますね。なるほど。でもまあ惚れやすいので恋愛的なことにはこここと書かなかったりしますよね。チャンスが、そうですよね、自分の心が開くんでうんというふうにはなります。そんな感じ、いやいちゃいますだからあれですよね、惚れにくいっちゃにくいかもしれないですね。うん、あ、うんうんうん、神谷さんどこもそうでしょ。神谷さんグイグイ行くタイプですねストーカーなんで億万長者のストーカーこの人は、うん、紐ができやすいかどうか。紐できやすいかどうか、紐ができる素質があるかどうか自分が紐じゃなくて紐、はい、相手が紐、はい、できるんじゃないですか。できるの神谷さんは献身的なんで、うん、できやすいんじゃないですか、うん、ああなるほどなるほど、うん、こっちはねどっちかというと理想的なタイプなんですよ、うん、あそうなんですね。理想タイプなんですよ、こっちに行けば行くほどね、はい、でこっちはまあグイグイ行くタイプですね、うん、で献身的になると、うん、ここなんですよ。はいはいはい。でこっちは愛家庭的な感じですね、うん、でここの2人はできる素質があります。こっちの人は理想を追い求めるんで、うん、できないですね。なるほどなるほど。そんなダメなやつはなるほど、うん、蹴っ飛ばすっていう感じですキックする感じですね。でこっちの2人はですね、うん、その自分が1回好きになった相手に献身的に尽くすっていうことに喜びを感じるタイプなので、はい、でこっちは家庭的なんで、まあ、家庭的な人にもできやすいというか、もう家族と思っちゃう、ね、そうそう家族と思ってその人を大事にするっていう性質があるんで、自分やからってなんかいいこと言ってるだろう。いや違う違う紐としては狙い目はここ、紐としてはもうこのテストを狙うという感じですね。そういう方はぜひこれを見て、そうそうそう悪い手相の使い方ですけど良くも悪くも使えちゃうんだよね。なるほどなるほど、うん、という感じですね、うん、いろんなパターンをこういうのはどうかと、うん、こういうのはなりやすいかどうかっていう感じで感情線見ていくとですね、うん、いろいろまたストーリーができるわけですよね、はいはいはい、なんでいろんな線を覚えやすくなったということで今回こういう感じでねさせていただきました。久しぶりにエンターテインメント的で、そうですね、うんうんうん、ちなみにゆいちゃんの場合はですね、うん、どっちかというと社員で、うん、あ最近なんか別れてきた感じですね、どんどんこの末端が、うんはい、なんで周りの人に気遣えるタイプになってきてます、ほんまにうん、気配りはするんですけども、それが、うん、あの相手が思うような気配りになってるかどうか、まとえてるかどうかはまた別の話なので、自分としては気配りしてるつもりなんちゃうかなと思いますね。そうですね。で感情表現が豊かになってきてると思うので、今一番感情に動かされているタイプの人なんで、うんうん、感情表現が豊かになってよかったよねでもほんまに変わるんですね、手相って。じゃあ変わりますよ、うん、だいぶ変わってるんじゃない、うんうんうん、すごい、うんうんうん、もっとなんか薄っぺらかったもん
薄ペライはちょっとおかしいけど薄かったですね、全体的に全体的に薄かったんで、うん、よかったですよ、よかったよかった、はい、というわけでね、はい、次回はですね、うん、みんな気になるあの線、通称エロ線のことをやりましょうか。ああいいじゃないですか、エンターテイメント、はい、神尾テビンにほど遠いテーマそういうのもね盛り上がりますからね、盛り上がるというかそれは女子おらんと、うん、おるときやっとかんとおっさん二人でやるのはきついんでああそういうことね、はい、教授にやっとこうみたいなだからちょっと急いだんですね。そうそうそう。ほんま結婚戦もきついねんけどな。ああ。おっさん二人でエロ戦がどうこうって。おかなり危険動画ですからね。痛い。それだけのせいで神尾 TV 消されてもおかしくないぐらいの危険度がある。なるほどなるほど。ということですね。はい、はい、やっていきましょう。ということで次回はじゃあエロ戦ということ。エロ線、はい、エロエル金星体のことについてやっていこうと思います。はい、はい、じゃあちょっとね、見逃さないためにもチャンネル登録の方お願いいたします。メルマガとお題になったらぜひこちらもご登録ください。ぜひいいねボタンもよろしくお願いします。この動画がいいと思われた方はぜひ Twitter のシェアの方もお願いします。動画説明欄にこの動画関する説明や Twitter やインスタグラムのリンクも貼ってますのでぜひ一度見てみてください。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。